行政とか県とか国でいろいろ復興まちづくりということでいろいろ言ってますけど、うん、それに対して、まあ、率直な思いとしてそんなことを考えてます。まあでも名取市結構早い方だったからね、うん、そうそうそう、ここがほら山本とかね、あっちの方とか全然まだ仮設つかほらね避難所生活だからさ、うん、あれに比べたら全然まだ全然いいんだけどね、うん、ただほらね、やっぱどうしようかな、いつになったらねその売り上げ戻れるとか、うん、そういう話とかはね、まあ今すぐ出せとは言わないけどなるべく早い段階で出してもらいたいよね、うん、そういうのは。これからの売り上げとして、まあ、こんな希望としてこんな街だったらいいなとか、希望としてまあいつも通りの街になってくれればいいんだけどね、みんなね、のんべんたらりと。それは結構ゆったり、ゆったりというか、まあそんな、まあ、ゆったりとはまあゆったりだけど基本的にね、うんうん、ただね漁師町だからほら一応ね、まあ、ちっちゃいけどさ、はい、ガヤガヤはするけどさ。自分の住む場所の近くにこういったところがあると楽しそうだなみたいな。今まで通りでいいと思うんだけどね。そんなに難しいほど考えなくても、今まで通りちゃんとね前の通りになればいいんじゃないのかなとは思うんだけど、まあねこういう風になったからそうもいらないと思うけど。徐々に戻ってってくればいいんじゃないかな、うん、時間かけてでもいいから、うん、多分そういう風にみんな思ってると思うよ、うん、少し時間かかるのだってねやっぱかかるのはしょうがないんだから、やっぱ時間かかってでもいいからある程度元通りになってくれればいいんじゃないのかな、うん、とは思うよ。俺一人の考えだけではここまでしか言えねえけどさ、県も県で忙しいのは分かってんだけどね、もうちょっとさ、ね、はっきり言ってもらえたよね、うんうん、はっきりしたことをね、なんつうのかな、ほら名取市とかでもあったんだけど、うん、なんつうの、あんまり話分かってねえままそのまま住人伝えて混乱とかたまにあったからさ、そう、うん、全然ね、うん、なんつうの、一人一人職員に同じこと言っても全然違う回答返ってくるとかさ、うん、そういうことが結構あったから、やっぱそういうのはね。